こんにちは、タックです。今回は、TBS の方から、待ち待った、冬用のアイテムが届いたので、開封レビューしてみたいと思います。では開けていきます。エティックスのですね、ヒーテッドデラックスリポバッグになります。では、レビューしてみたいと思います。ここにですね、ちょっとした小物入れがついてます。ちょっと開けて、セパレーターがついて、でこれがあのヒーターだと思います。冬にですね、リポバッテリーが、冷えすぎてですねパワーが出ない時なんか、以前はですね北海道とかで温めてたんですけど、ここにリポを挿すとここは多分ヒーターになってて、バッテリーをですね温めてくれる、作りになっています。でこの、クッションもですね断熱材が入っていて保温性があると思います。バッテリーを入れてみました。僕は4セル使ってるので、今ですね4セルバッテリーが10本と、ゴーグル用の2セルが2本入っています。あとですね、4セルバッテリーなら4本ぐらいは、入りそうです。それではどれだけのですね加熱性能があるのか測定してみたいと思います。バッテリーは1800の、4セルです。現在の電圧 16.61V の、96%、で 23.23 度です。では、これで10分間測定してみたいと思います。はい、10分経ったので、温度を測定してみたいと思います。31度、最初23度だったので、十分温まることが分かりました。はい、エティックスのですねヒーテッドリポバッグでしたが、冬にもってこいの、リポバッグだと思います。こいつをですね、使って、冬もガンガンにフリースタイルドローン飛ばしていきたいと思います。あとですね、デイスケープさんの方からですね、インパルス RC のウルフ V3 の、PDP が届きました。これはですね、リバーブの方にインストールしていこうと思います。デイスケープさんはですね、国内唯一インパルス RC の、フレームを扱ったりですね、フライデューノの、キス FC ですとか ESC などラインナップされています。フリースタイルドローンをする立場としては、本当に助かっています。これからも、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。